実はこのエビ、海のない山梨で育ったエビなんです。海を知り、海を守り、そして豊かな海を未来へつなぐ、海と日本プロジェクト in 山梨。今年6月、開始にオープンした陸作エビ釣りレストラン。珍しいエビの釣り堀を楽しみながら、エビやカニ料理を食べられるレストランが併設されています。代表の今村さんです。今村さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。今私が釣ったこちらのエビは、はい、オニテナガエビというエビです。オニテナガエビは東南アジア原産で、体長30センチにもなり、食味の良さからエビの王様とも呼ばれる高級食材です。陸作では釣ったオニテナガエビをその場で塩焼きで提供しているんです。美味しそうですね。ではいただきます。プリプリです。エビの強い香りが鼻からふわっと抜けていきます。甘みもしっかりあります。オニテナガエビの養殖は東南アジアとの気候などの違いから日本では難しいとされていました。そんな中、今村さんは独自技術で陸上養殖に取り組み、内陸山梨で完全養殖を成功させました。なぜ養殖だけではなく釣り堀レストランを始めたんですか？はい、そうですね、もともと生き物が大好きでですね、たくさんの人が生き物と触れ合う場所を作りたかったんです。海のない山梨で生まれたオニテナガエビの養殖技術を、日本中、また世界に知っていただきたくて始めました。日本のエビ類の漁獲量は2008年から15年間で半減。産地ではエビの不漁や生息域の変化が問題となり、原因として地球温暖化による海水温の上昇などが指摘されています。陸作の養殖技術は、はい、エビという資源を未来につなぐ可能性を秘めてるんですね。そうですね、輸入して食べるとか取って食べるじゃなくて、自分で起こして作ったものを食べれば地球環境を守る、資源を守るっていうことに結局つながりますので、日本全国にエビを通じてですね、作って食べるところを、原点に戻ってやってもらいたいと。陸作のオニテナガエビには生き物を愛する気持ちと山梨で生まれた技術が詰まっていました。たくさんの生き物が暮らす海を守るために、私たちに何ができるのか考えていきたいですね。海と日本。この他にも全国のおすすめ動画が公式 YouTube チャンネルに載っていますので、ぜひご覧ください。チャンネル登録もお願いします。